プシケもしくは再起は太陽系の小惑星帯にある小惑星の一つ。火星と木星の間の軌道を交点しており、小惑星帯の中では13番目に大きな天体である。蘇生は純度の高い鉄とニッケルからなる金属であると推定されている。これはコアとマントルが分化した後に衝突でマントルが吹き飛ばされたゆえだと考えられる。しかし、 小惑星体において大規模な天体衝突が起きた場合には小惑星族が形成されると考えられているにもかかわらずプシケが属する小惑星族は確認されていないことからそれについてのさらなる説明が必要とされるプシケは1852年にイタリアのアンディーバレ・デガスパリスによって発見されたこの名前はギリシア神話に登場する女神 プシュ系に由来する。プシュ系は、鉄のコアがむき出しになったままの非常に珍しい小惑星だと考えられているため、太陽系初期の惑星形成プロセスを理解する上で、重要な知見が得られると考えられる。このため、2023年に打ち上げ予定の NASA の小惑星ミッション再起において探査が計画されている。ありがとうございます。